反り腰で腰のへこみ尋常じゃないね。そこ痛いですよね。これアトピーにも一応効くんだ。うーわおすごい、続けないかな。こんにちは、松本です。絶好調、浦丼です。八戸鍼灸院の渡辺です。よろしくお願いします。お願いします。出ました、出ました。今年やってまいりました、このはるばる反り腰で。そわそわしながら反り腰です。めちゃめちゃ反り腰、はい、めちゃへこんでるんですよ、ここが。これすごいです。すごいでしょ、はい、拳1個分ぐらいへこんでる。これだけでもへこんどるやん、はい、へこんでます、ね、じゃなくて、ここからさらにへこんでるの、ほら、うん、分かるこれ。あー、なるほど。すごいへこんでる。だからその分腹が出てる。勝利さんと森川さんもそこそこへこんでましたけど、僕はやっぱ一番へこみが、やっぱトップですから。トップですね、トップトップです。反り腰のトップアップトップです。お願いします。ああ、お前もやな。なんすか？中二女子ですね、それ。こっちは中三ですね。ちょっと胸が大きなと。なんか、ただ、張りがないですよね。張りがない。足とも効かない。小さな。それかもしれない。ほら、何の柄すか、そのパンツ。どこで買えるんですか？あれ見てもらったら分かるけど、源一郎の体にそっくり。あ、そうですね。引退前の天竜ですね。触った時はい、ねじれも入ってるんですね。ねじれが入ってる。こっちの方が硬い、こうなってる感じ。ああ、そっちが痛いんですよ。あ、こっち。そうですよね、はい、アルマジロのような皮膚を持つ男。アルマジロのような、うん、これ痛みあります。そう、痛いですね。ミスターアルマジロ、あの、ちょっと筋肉痛みたいなんですよ、この辺。ああ、痛いですか。こっちも、あそこ痛いです。最近ね、なんかこうサッカーかぶれやからさ、アディダスとか入ってますそういう好き。ああ、いいです。上向いてみてもらっていいですか。おお、上を向けつ。今度上です。もう一回上向いてみてください。上を向けつ。上を向けつ。めっちゃ上です。なんでめっちゃ上なわけないや。嘘を言うな。もうちょっと下向いてみてください。うん、うわあ。右向いてください。目だけ。はい、はい、覚えてます。はい、左向いてください。これでどこが行きにくい感じですか。この辺とか。ここら辺が突っ張りますね、もうなんか両サイド、両サイド、はい、OK です。いやいや、もう男前やな。いやいや、端正な顔立ちをしておる。あ、フランス俳優みたいな。フランス、そうか、もうアメリカンアーミー、アメリカンアーミー、アメリカンアーミー、褒められてる。アメリカンアーミーみたいな顔をされる。軍服着てホットドクターみたいな。全然そうなんですか。肩だけ動いてるだけですよね。腰回ってないよ、はい、ここ全然動いてない。いや、なんか全然動いてない感じですね、本当に。ダメですね。そうね、ダメだ。この表情がいいですね。仕事でうまくいかないった人。頭もここら辺変色しちゃってますね。変色、そうですね。うわ、うん、いや、上のお前ちょっと、うおうおほら、へこんどうもん。あ、べっこり、うおー、色もここ白くて、ここ、うわ色えぐい、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 あのね、やばいやばいやばい、給食の牛乳ぐらい入るよ、これ。いや、それからマジでマジでバリへこんどうもん。めちゃめちゃへこんでますね、マジで。あ、そうそうそう、拳一個分ぐらいへこんどうもん。うわ、血まみれ。なんでこんな、ちょっとできないですけど。いや、またボツやろ、こんなこれ、これやばいっすね。グロすぎてボスかもしれないですね。いや、結構やばいぞ。マジやばいっす。書くなよ、裏の。やばいっすね。まあ、でも、アトピーめちゃくちゃ痒いですからね。あ、なったことあんの？なんか、あったところそうでした。あったまったら痒くなるんですよね。じゃあ、あったまんなよ。寒いとこ行けよ、もう。冬も水風呂入るよ。風邪ひいちゃう。あっためんな、そしたら。めちゃめちゃあっためた。カツオタとおちき。あ、そうそうそう、うさぎ年ですもんね、今年はね。今年うさぎ年だから、あんたの年やから。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いや、すごい、腰のへこみ尋常じゃないね。すごいですね、すごい、マジで。おー、やばい、スライドだ。あんま感じないですね。あんま感じない。あ、あ、そう、それじゃ緩いですよ。そうそうそう、僕らのやっぱ界隈ではそういうのは、界隈、それはもうアマチュア、生態界隈アマチュア、あいちゃう。いや、いい。もうそんぐらい、いつも僕らこんくらいでやれる。あ、痛い痛い痛い、大丈夫大丈夫、痛くない。もっと痛いですよ、これは。痛くない、痛くない、そこ痛いですよね、腰周りが絶対痛いやつ。いや、痛いと思ってるだけよ、それ。こんな痛かったんですもっと痛いですよ。もっと痛いよ、そう、僕らのもっと痛いから、はい、秋先生優しいですもん。
あ、スライドしたことなかったんですか？あんまない。裏の側はね、カメラばっかりで。あ、そうなの。で、チョコリに対しても大げさ、大げさって言うと。ちょっと一回お気をつけてもらった方がいいですよ。そうね、もうまさに。大体ね、これ、秋江くんとか柔らかい、いやいやいや、もうそんなもんじゃないよ。だいぶ優しめ、そう、優しいですよ。みんな優しいから。ちょっとごめんね、ちょこりさん。ほんと、舐めちゃ困りますよ。ほんと。マジでね。どんだけすごいなってるか。やっぱね、百聞は一見にしかず、こういうことや。そうですね。体験しやるとわからない。そうこのぐらいのレベルなんですか、アッキー先生、いつもチョコリさんがやるの。4、5、エイクってなるんですね。そうです。動くマックスで、あ、これ。あ、そんな感じですね。へばりついとるの多分。そうですね、筋膜が。あ、この辺ひどいですね。やばいですね。やっぱ反り腰になっちゃうと硬くなっちゃうんですね。そうですね。でこっちばっかり体重が乗ってるんで。あ、そうですね。そう、ケツの上の色えぐいですね。後輩、あ、うさぎ黒変色してるんですか？めっちゃ変色してます。多分書きやすいところが、あー、そういうことです。ほんでやっぱ腐ってしもとんよ、お前。腐りそうやん、お前。マットスミスじゃない。マットスミス。あー、でもそれ本当くっついちゃってますね。なかなかこんな力入れることないですね。ガチガチ。簡素からなんかガリガリ言いますね。そうね。そうですね。音がね。音がガリガリ言う。ガリガリよ、マジで。アトピーの方やっぱ乾燥して皮膚が硬くなりやすいんで、あーなるほど。これもやっぱアトピーもね、やっぱこのもう40年ぐらいか。そうですね、もう40年ベテランのアトパーです。アトパー、アトパーな、アトパー、アトピニスト、アトピニスト、アトピニスト、裏の足で彼の朝は早い。なぜ皮膚を描くのか。そこに痒みが、そこに痒みが、間違いないですけど。なんで皮膚を縦長のやつだ。縦長のやつ？楕円形の。痛くない？痛くはない。大丈夫ですか？大丈夫です。他の人のついたまじゃあんま分からんやったけどさ、はい、皮膚がギュってこう、そうそうそう、寄っていくのが分かるね。そうですね。これ皮膚が硬いからですか？そうですね、分かりやすいです。分かりやすくギュって寄ってくるんですよね。うん、おお、寄っていく、めっちゃ、めっちゃ寄ります、ね、めっちゃ見えるね。おお、これはやっぱ学会に発表せないかな。2例目ですね、今回2例目。このアトピーはかゆいでしょうね。いや、絶対かゆいですよ、これ。かいたらダメよ、これの。水玉終わった後、ちょっとかゆくなると思います。あー、気づいてる。今、水風呂入らない。今ちょっと、もうかゆい。もうかゆい、もう水風呂入らない、そしたら。アルコール、大丈夫ですか？あ、大丈夫、はい、大丈夫。しみる？いや、染みない。じゃあ水風呂入らない。アルコール染みるから水風呂入らない。お前絶対風呂に入れんな、こいつ。水風呂に入れんな。うん、松尾道中期、最近酒を飲みよったもんね、少しね。あ、それもありましたね。ねえ、だけ痒くなるやん。うん、酒は良くないね、うん、別にお前飲みたくもないもん、ね、飲みたくない。こういう感じですよね。そうですよね。え、なんともないの、それ。あ、1本目響きましたよ。2本目今まだ響いてない。ああ、あ、そうっすね。誰も何も言ってないんです。すっげえ硬いです。あ、やっぱそうか。皮膚がですか、それともなんか筋とか、この筋肉ですね。筋肉、ここに後頭筋ってこう。あ、でもそこガチガチになっちゃってるんですね。そうですね。もう押さえてるとこ全部痛いですね。これ痛いですよね。なんかすっごいのが、この骨ですね。骨？こう曲がってる感じです。あ、骨？骨が曲がってるんですか。で、くって。ひねってひねりが、はい。え、なんでそんな風になったの、ほら。なんでですかね。普段パソコン使うときってマスク座ってます。いや、マスク座ってない。画面の見方だと。いや、そうしてます。そうそうしてます。そうなんですよ。そうそう。あ、先生すごい。いいですよ。ペチャペチャやりますもんね。松尾田道中期。こんな長さ首にいくんですね。これ何センチですか？これ9センチです。あ、こんな長さ刺ってますか、さっき。はい。すごい。多分そんな入りはしないです。響かん？あ、まあ、響いてはないですね。
いやすごいよこれ。アトピーにも一応効くんですね。そうですね、アトピーの方とか水玉したら結構最初ひどくなったりすることもあるんですけど、割と症状収まりやすいです。でもアトピーって大変やと思うよ。でもほんと死ぬほど痒いですね。なんで治ったの？わかんない、成長の過程で自然と治ってきました。鼻の下とここにあったんですけど、これ逆やもんね。成長の過程でできてきたからよね。もともと喘息持ちやったんですけど、喘息がアトピーだった。そうそう、そんなことあんの？急に変わりました。なんかもともと指だけだったんですよね。指だけだったんですよ。あとに指だけ、うん、からどんどん体にやるとか。あー、それはきつい。やめたほうがいいわ。やめたほうがいい。やめもうやめたほうがいい。やめるならです。足首に針します。おいっていうか、ちょっと待って、かかとひどいな。かかともひどい。ここが一番ジンジャーやばいですよ。真っ白向いたら、しょこりさんがすごいリアクションするんだよ。カビ生える直前ぐらいだね。いつも以上にひどいですね。そうですね、結構ひどいですね。かかとはなんでこんな真っ白なんですか？乾燥、乾燥ですかこれ？ほんと餅餅ちょうど今の時期ぐらいの餅です。オイルとか塗っとくと結構、あ、うん、尿素クリームとかね。あ、それかヤスリで削るからね。悩みがサンドペーパー取れた。サンドペーパーすごい、めり込んでますね。外しますね。枠がめり込んでますね。うわすごい。え、パンケーキみたいな。スフレ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 みたいな。うわー、え、あー戻らんのやね。膨らんだまんまさ、形が維持されとる。あ、形がそのままやもん。あー、なるほど。おー、左形が変わってる。大丈夫ですか？アウト。あ、結構すごいよ、俺。あ、そうですか。うん、エグスエグス引き取りますよ。ここだけね、カチッと出たんですよ。暑さ大丈夫。ああ、大丈夫です。まだ、これはスフレまだ残ってますよ。これスフレすげえ。初代ストリートファイターのボタンみたいな。初代ストリートファイターのボタン。でこう回してるやつ。強く押したらハードケンの威力が強くなるやつ。座れた感じで戻ってないですか？戻ってない。これそこすごいですね、本当に。いや、すごい、マジで。この辺本当全く何の色も出てないですもんね。何もないですね。はい、何もない。てか反り腰すごいっていうのがありますけど、肋骨のあたりあれちょっとトリックアウトやな、これ。トリックアウト、へこんでるように見えるやつ。本当盛り上がってるんです。本当今笑うとまだシーンが間違えない。本当は盛り上がってるのかもしれない。あ、逆にもうめっちゃ笑ってますもん。笑うな、おい。いや、これすごいよ。この辺もなんかもう、うわぁ、ほんと、なにこれ、どうなってんのこれ。いやいや、マジで、ガマの腹やろ、リッキーの腹のことしてもらう。お前、見たことある？太かビッキー、コアになっとるのか。わかんない、太かビッキー、コアになっとるのか。あと、フグの膨らんだ時がコアになってる。確かに、確かに。うわぁ、すごいね。なんでそんなことになった？鳥肌じゃないもんね。ウラノ、なんでそんなになってんの？いや、どういう状況かわかんない。いやいや、わさびすれるぐらいになってる。わさびすれる、うん、うわぁ、うわぁ、サメの皮みたいな。いい感じにすれるんですよね、あれ。え、ウラノ、自分で触れる？ここ、ここ、どっか、うん、ザラッザラしとっちゃうんですよ、そこ。あ、でもこれデフォルト。デフォルト、うん、あんまやんな、指削れるぞ。筋肉マンの超人として出てきたら強そうやね。超人、サメ肌超人。あ、そう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 。サメ肌超人ツーブロック。ツーブロック。ツーブロック。サメ肌で生き合いだもん。サメ肌超人だ。いや、俺らのお前やばいな。私もやばいっすよ。いやいや、お前やばいぞ。超やば。これはマジで治療科殺し改善プロジェクトは続けねえかな、俺。マジで。松尾田道中。腰もちょっと電気を。腰も、あ、でもやっぱ腰やばいね、色もね、へこんどうしなんかもう、なんかちょっとアンパンマンみたいな、こっちから見たら腰のところだけ。何が君の幸せなんだろうっていう。何をしても喜ばんのかもね、この人は。こっちから行きます。行きましょう。はい。
これ電気もさ毎回そうやけど結構強めにせんと思ってさ反応はねえんだね感覚に。王子がやった針でさ、普通の人がするもんじゃない。覚えて覚えて。針をされたことがあってね、それともピクともせんだよ。だって今電気の入ってる確認、超いい先輩がやってますもんね。そう、覚えてます。電気も強いもんね、あんだね。そうですね、電気も。毎日しとるだけやろと思うよ。あ、痛みにもう鈍感やもんね。地面タイプってわけじゃないんですね。あ、違う違う、多分アメリカンアーミータイプ。アーミータイプ。痛みには敏感ではないね。痛みに鈍感なんだろうね、やっぱね。なんかピクピク動きますよね。あ、でもこう裏のやっぱやってもらってよかったですよ、お前。本当ですよ、ありがとうございます。本当に浦野さん、ぼーっとすること多いですか？いつもです。9割方そうです。9割方もなんか特徴が出てる。人の話聞いてねえし。いや、あのね、これガチでもう嘘なしでガチでボケるんですよ、いつもね。そう思うでしょ、あなた一緒の役員やからあれやけど、あのね、同じ取締役としてそうでしょ、これもうこっといやもん、これこっといボケとしたほら。なんで分かったんですか？集まりすぎてるんですよ、結構。血が集まりすぎてる。血が集まってる。はい、あ、のぼせてますか？はい、ずっとのぼせてる状態です。なんだよ、もうのぼせ上がってしまった。いや、だけどやっぱあれよ、やっぱこいつよ、風呂入れたらいかんもん。そうですね、水風呂入れたら川に水風呂入ったら、でも頭だけあったかいままなんじゃないですか？足温めて、この辺をちょっと。あ、足湯って。あ、じゃあもう足湯っすね。足湯で、足湯で、こっち水風呂、水かぶってる。ちょっとね、黒字で入るの。そうっす、なんかさ、足湯もう、なにこうやったり。あきせずに、ね、それも湯船に2つ用意して、こっちを温めるのが一番最優先かなと思います。足を温めることによって頭の位置が下がっていくっていうことですね。上と下の流れの繋がりが悪い。いや、裏の頭冷やそうぜ、ちょっと頭冷やしちゃう。なんかちょっと頭冷やしてみたいですね。一旦ちょっとね、冷静になってもう、はい、頭のぼせてしもうとるけん、お前みたいですね。俺は明太にのぼせる。明太ドン。だから坊主なんですか？肺もあんまり良くないんでしょ。肺はそうっすね、悪いです。あ、そうそう、肺悪いって言ったね、はい、皮膚の影響も出やすいんで、どうにかした方がいいぞ、お前。なんか、手立てはないものか。若干ですよ、知らん。クレーターはクレーターがね、ちょっとアンパンマンゾーンね。アンパンマンゾーン。アンパンマン前から言うけどさ、やっぱ食パンマンが最強だと思うんだよ。だって顔が汚れたりさ、かけたりしたら弱くなるでしょ。はい、でも食パンマンって顔かけた状態で来とるから、切られた状態で来とるやん。なんだそうですね。だからあれ一気にできたら強いの。そうでしょ。そうです。しかも耳だらけやから防御力高いやろな。いや、多分トーストにしたら強そうやけどね。トースト結構強そうよね。でも硬いのがいいってわけじゃないですか。いや、今アンパンマンの話だよね。こいつの話してない。カチカチとカリカリというか。カリカリ。うん。のんじゃやっぱね、これ、治療をちゃんとした方がいいよ。そうですね。するのとしないのじゃ全然違います。まさかここまでひどくなってると思わんとな。別に、あんたがカメラっていうわけじゃなくて、あんた喋らんからカメラさせてるだけだからさ。どう？軽い？軽いです。よかったね。軽い。上向きで最後仕上げます。あ、え？真っ赤。コアラみたいな目すんな。ちょっとコアラ。松尾田道中。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。腰がずっと安定してない感じだったのが改善されました。かなり良かったです。ありがとうございます。良かったね。はい。なんかすごいやっぱ悪いんですよね、へこみとかなんか肌の色とかなんか、アンパンマンのやつひどいよ。写真撮ってさ、見せようと思って残しておくけどすぐ削除したい。本当に嫌。ちょっとじゃあお願いします。本当に嫌。あれがあるのがもうヒラメみたいな色しとった。ヒラメみたいな色してました。ヒラメみたいな色になってたよね。してましたね。いや本当ひどいよ。ひどいですか。ひどい。すいません、80分もありがとうございます。ありがとうございます。60分も聞いても長くなってしまって、ありがとうございます。で、なんだっけ。あ、動画見た方になんか声が後半の世代で叫んでないやつね。全然あの、ヒジャマタハリで通常は1万7000円はいですかね。
が松本道中組み立てで、はい、初回何戦で受けられそうなので、ぜひ来てみてください。これ針だけとか水玉だけとかあるんですか？だけでもあります。だけでもある。はい、値段は分かんないんで聞いてください。説明欄貼っときますので、問い合わせてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。します。シア。来たね来たねごめん、ギオータさんの気持ちが分かった。汚いとか、張りがないとか、女子とか言われたら、やっぱりちょっと、まあ、車がありますけど、ちょっと、ちょっと、あ、なんかやっぱ違うかなって思っちゃう。いやいや、もうなんじゃない、もう、小さな。それかもしれない。